2桁と2桁の掛け算を2秒で解く。ちょっとやってみましょう。 21×33。 うわーちょっと難しい、これ2秒なんてできないよなんて思うんですけど、この33って実は 3×11 なんですね。11の3倍なんです。それだけ知れば超簡単。 21×3 は 63×11 で、実は11の掛け算って63っていうのを1個横にスライドして足すだけなんです。筆算見てみるとよくわかる。 63×11 は 63、63。 さあこんな感じで693、1個横にスライドするだけだよね。11の掛け算にいかに持ち込むのか、これ意識すると結構簡単ですよ。じゃあこの問題見ていきましょう。 43×22、 これ11の掛け算にちょっとできませんか。11の倍数ちょっと意識してみましょう。11、22、33、44。正解分かった方はコメント欄でぜひ計算してみてくださいね。